弁護士のたけしです。弁護士だけが知っている法律の落とし穴、アニメの中の法律の罠をあなたは見抜けますか？うおー、今日は LINE にまつわる法律の落とし穴をみんなに情報共有したいなと思ってます。 LINE みんな使ってますか？今ね、もはや日常生活になくてはならないスマホのアプリなんですけれども、実は LINE にまつわる法律の落とし穴たくさんあります。事前に知っていればこんなことをしなかったのに安易にね大丈夫かなと思って、LINE でちょっとあることをしてしまうと大問題になるケースが結構ねあるので、今日はねちょっとポイント絞って3個みんなに伝えていきたいなと思います。はい、じゃあね次のアニメ一緒に見ていきましょう。中学の同級生 LINE グループ100人を超えてるんだな。でも同窓会の時にしか使われないし、普段は誰も発言しないんだよな。大石とか佐口とかはグループ LINE に入っていないし、昔僕を散々いじめていたけど今何しているのかな。そうだ、全然使われていない LINE だし、ここだけの秘密のグループだから、昔のいじめの仕返しに大石と佐口の嘘の情報を適当に流しちゃおう。あいつらはこのグループにいないし、バレる心配はないからな。大石はキャバ嬢に貢ぎすぎて自己破産したっと。そんで佐口は男あさりが盛んで不倫三昧っと。さーて、今日は他のいじめっ子のことを書こうかな。あ、誰か来た。はーい。すみません、警察ですか。あなたに犯罪の疑いがかかっていますので、署までご同行お願いします。犯罪？そんな覚えないよ。はい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 、これみんな何罪かわかる？これなんで警察来たんやろ？これね、実は名誉毀損罪に該当しています。ちょっと条文読みますね。刑法230条、公然と事実を適時し人の名誉を毀損した者、3年以下の懲役または50万以下の罰金ということでね、名誉毀損罪になります。でこれポイントを解説していくと、まず公然と事実を適時しということで、公然とってどういう意味かというと、不特定の人、不特定ね、誰が来るかわからない不特定な人に対して事実を適時するか、もしくはね多数の人、大勢に対して事実を適時するか、公然とっていうのは不特定または多数の人というような言われ方をしています。で今回の場合は LINE グループ100人入ってたということなので、まさに不特定多数の人の方ですね、公然と事実を適時したということになります。次はね、事実を適時するってどういう意味かっていうことなんですけども、単純にね感情的にバカとかねアホとかね、そういう単語を発するのを超えてさらに具体的なことを言った場合、これに該当します。さっきのね動画だと、例えば誰々はなんか自己破産をしたとかね、誰々は男あさりをして不倫三昧だとかね、そういう具体的なことを言うと事実を適時したに該当します。さらに名誉を毀損したかどうかなんですけれども、名誉を毀損するというのは言い換えるとその人の社会的な評価を低下させたという意味になります。まさにねさっきの場合は男あさりをして不倫三昧だ、そんなこと言われたらねその人の社会的評価が下がってしまうので、まさに名誉を毀損ということで、公然と事実を適時して名誉を毀損したということで、今回のこの LINE グループの投稿は名誉毀損罪が成立することになります。はい、じゃあね次のアニメも一緒に見ていきましょう。今日は大学の仲のいいやつらと飲み会だ。めっちゃ面白い。あ、なんかゲームやろうぜ。そうだ、このビール一気飲みな。じゃあできなかったやつは罰ゲームな。小学校の時の同級生 LINE グループに自分の全裸の写真を撮って送るってのはどうだ。え、それやばくない？大丈夫だよ、 LINE グループは秘密のグループで他に漏れないからさ。確かにそうだな。いいね、やろう。くっそ、飲めなかった。じゃあ今日家帰ったらやれよ。俺も男だ、約束は守る。さて、全裸写真を送るか。バイトに送れちゃう。ちげ、こんな時に誰だよ。はい、すみません、警察ですが。え、警察？あなたに犯罪の疑いがあります。犯罪？なんで？俺、なんかした？はいはいはい、これもねなんかしたとか言ったけど、完全アウトはね刑法175条猥褻物頒布罪にあたります。条文読んでみると、刑法175条、電気通信の送信により
わいせつな電磁的記録を頒布したもの、こちらの、ね、条文に該当することになります。2年以下の懲役、250万円以下の罰金となっています。この条文、もともとはこういうスマートフォンとか、ね、LINE とかが出てくる前は、いわゆるわいせつ物、例えばこれが、ね、変なわいせつなものだったとしたら、これをその前に陳列するとかね、あと何かこういうわいせつな物を人に送るとかね、そういうものに成立する犯罪でした。ただね、最近はインターネットが出てきたり、こういうスマートフォンが出てきたりということで、電気通信の送信、こういうね、物を陳列したりするんじゃなくて、こういう電磁的記録をね、送信すること、この Wi-Fi とか 4G とかね、そういう電波に乗っけて送信する行為もアウトと規定した条文になります。次、わいせつの定義なんですが、わいせつの定義、これね、要件3つあるので、みんな必ず覚えてください。わいせつの定義なんですが、最高裁によるとこんな感じになってます。いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する、これがわいせつですね。ちょっと大切なんで、もう一回言いますね。いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する、これがわいせつです。さっきの、アニメの中だと、まさに自分の全裸の画像を送るということなんで、まあ全裸の画像、これはね、どういう観点から見てもいわゆるわいせつ性があるということになってしまう。まあね、例外としては例えばね、芸術的、思想的、表現的、なんかそういう本当一部例外的な場合はね、わいせつに該当しないみたいな、そういう議論もあるんですが、まあ、今回ね、遊びで自撮りした裸の写真ということでね、これアウトということになってしまいます。でね、最後に行った行為が頒布なんですが、これもね、やはり秘密のグループといえども、 LINE グループたくさん人がいる場合は、多数の人に対してデータを送信する、頒布したということでアウトということで、わいせつ物陳列罪が成立してしまいます。はい、それでは3個目、最後のアニメ、一緒に見ていきましょう。仲良しの LINE グループで何か面白いことやりたいって話になってるんだよね。面白いことは大歓迎だ。え、使われていない倉庫に火をつけてキャンプファイヤー？それはまずいだろ。全然面白くないし。でもみんな乗り気だな。僕は犯罪に巻き込まれたくないな。でもここで止めても角が立つし、適当に相槌打っとくか。楽しそうだね、いいねと。当日は用事ができたって嘘ついていかなきゃいいや。そういえばあいつら倉庫燃やしたのかな。大丈夫だったかな。あれ、宅配便か。はい、すみません、警察です。倉庫が燃えた件であなたに犯罪の疑いがあります。署までご同行を。犯罪？僕は現場にいなかったのに、なんで？はい、これ残念ながらこれもね、アウトということになります。これね、 LINE グループ入ってる人は本当に注意してほしいので、よく聞いておいてください。これ刑法60条の共同正犯に該当します。2人以上共同して犯罪を実行した者は全て正犯とするというようなことが書かれています。まずね、共同して犯罪を実行したというのはどういうことかというと、通常はね、その実行行為を分担した場合、例えば1人が誰かを羽交い締めして、もう1人が誰かを殴ったとかね、そういう実行行為を分担した場合はもちろんこれに該当するんですが、実は今の判例では実行行為の分担がなくても共謀に参加した場合は共謀共同正犯ということで、犯罪の責任を負うことになります。ここでいう共謀というのは、特定の犯罪を行おうとする意思、それをね、連絡し合うことですね。さっきのね、アニメの彼の場合は内心はね、つまらないな、そんなことと思っていながらも、 LINE のね、グループ上のやり取りの中ではまさに特定の犯罪、そのね、意思の連絡に加担しているということでね、証拠的には共謀に加担したというような容疑がかかってしまっても、まあ、やむを得ないような事態になってます。次なんですが、全て正犯とする、これどういう意味かというと、いわゆる一部実行全部責任というような言われ方をしています。今回のね、アニメの彼の場合は放火の共謀に加担したということで、その後ね、友達たちが、まあ、LINE グループじゃないね、別のリアルな世界で放火をしている、その放火に対しても、まあ、全部責任を負ってしまうと。さらに最悪な場合というのが、いわゆる傷害の共謀に加担しただけにもかかわらず、その後ね、仲間が何か傷害事件を起こして被害者の方の打ち所が悪くて死んじゃいました。そしたら傷害致死罪になるんですが、このね、傷害
害の共謀に加担しただけの人もその、ね、傷害致死罪死の部分についても、まあ、責任を負うというような感じになってしまうので、ね、注意が必要です。じゃあね、今回これ彼の場合どうしたらよかったんだってことなんですが、 LINE グループでね、そういう間違って共謀に参加した場合でも離脱が認められる場合があります。ただね、離脱が認められるためには案にね、その共謀から離脱しただけでは少なくて、もちろんね、俺はこの犯行から抜けるということをね、しっかり明示しないといけないですし、できればそのね、結果が発生しないように一定の努力をした、そういう事実があれば、まあ、共謀から離脱して今回は共同正犯にはならないという方向で判断されるという方向になります。かつね、共同正犯これね、民事的にも大変なことになります。民法719条、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各人が連帯してその損害を賠償する責任を負うということでね、今回この共謀に加担しただけの彼についてもこのね、放火の損害賠償責任、それを全て負うことになるので、民事的にもね、大損害を負うというようなことになってしまいます。ということでね、何か LINE グループの中でね、友達が悪巧みみたいなものを始めた場合はしっかりとね、そこから離脱するという意思を明示した上でね、その結果が生じないようにね、一定の努力をするということが大切になってきます。今日はアニメに基づいて教科書的な今説明をしてみました。でね、実際の事件というのはね、教科書とはまた違った動きもすることあるのでね、この後は実際の事件こういう場合どうなるのかというところを情報共有していきたいと思います。岡野武の動画を見てくれてありがとう。法律相談はアトム法律事務所で、労働相談はみんなのユニオンで受け付けています。詳しくは動画の概要欄まで。はい、ということで法律の落とし穴シリーズ、これたくさんあるねんな。すごい勉強になりましたね。LINE の落とし穴ということ で、はい、でそこで3つ質問あるんですけど、うんはい、3個のアニメ共通してるんですけど、はいはい、このあと、うん、逮捕はありえるんですか？逮捕確率ね、はい、まず1つ目の LINE グループの中で、まあ、名誉毀損的なことをした、はい、多分逮捕確率は俺のイメージだと 5%。 あ、そうなんですか、うん、あんまりないかな。やっぱりもう LINE の中にも犯罪の痕跡全部残ってるし、で、まあ、言っても身内というか友達の中の悪口で、まあまあ警察が仮に被害届受理したとしてもわざわざ逮捕状を取ってまでは捜査しないようなケースかな。あ、そうなんですか。で2個目が、友達の LINE グループに裸の写真を、自分の全裸の写真アップした、はい、それもまあセーフかな。あ、逮捕確率 3% ぐらい、まあ、あ、そうなんですか、うん、2% 1% かもしれないし、これがもしインターネット上やったらね、全然別なんやけども、はい、まあ、言っても同窓会とか友達の LINE グループということであれば、まあ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 、そんなに逮捕までして同行する事案じゃないかな、仮にそれが例えば児童ポルノとかね、18歳未満のこの画像とかさ、はい、そういうの全然話別なんやけど、なんか自分の全裸写真やったらそんな大丈夫な感じかな。で最後の、非建造物放火の共同正犯、はい、あれは逮捕確率は結構高い。あれが実際に友達が放火行ってて事件になってたとしたら、はい、95、うん、もうほぼ逮捕じゃないですか。ほぼ逮捕、だってもう証拠も、まあ、共謀に加担してるっていうよりやっぱ見えるよね。そんな警察見たら、 LINE だけ見たら、友達いっぱいいたらさ、口裏合わせとかするね、逮捕しなかったら、在宅で捜査進めたら。だから結構ああいう事件はもう警察がバッてみんな逮捕してやること多いから、なんか最後の事件はまあ逮捕されるかなみたいな。そのやっぱり捜査機関でその上がってきた証拠の痕跡からやっぱり入るからさ、LINE のグループだけ見たらそんな内心、いや俺全然乗り気じゃないんやけど、あいつだけ打っとこうっていうふうには見えないから。二つ目なんですけど、はい、これ初犯だと罪はどのくらいなんですか？うんうん、最初の LINE グループで友達の悪口言ったっていうのは、はい、まあ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 重くて罰金かな、やっぱり初犯やったら。ああ、罰金なんですか、うん、いきなり刑事裁判になるようなケースではないかな。はい、でまあ、それか起訴猶予みたいな形で終わるやろうし、もしくは名誉毀損って申告罪って言って、まあ、被害者と示談ができて告訴を取り消すことができたら起訴は絶対されることないから、はい、なんか実際のケースはまあ仲直りというか和解が成立して不起訴になるのが多いようなイメージ。あー、で2個目の全裸の写真出した、はい、これって例えば街中でスポンポンでバーッと露出狂みたいなことするやんか、はい、だいたい初犯やったら罰金10万円とかこういうのね。もう街でバーッと出しただけだったら、あかんで10万円出してできると思ったら前科つくから、前科つくからあかんで、お金払うだけじゃなくて前科つく、それはやらないです、うん、はい、で今回の場合は、まあ、友達の LINE グループが多数いたとしても、はい、まあ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 起訴猶予で終わる可能性もあるのかな。それ罰金にはならないって感じ？罰金にもならない、まあ、なって10万円、まあならないんかなみたいな、それぐらいの感じかな。
でもなんかやっぱ前科関係とかさ、はい、その送った写真のもっと具体的な何枚送ったかとかさ、そこのなんかものとかさ、どういう状況、まず全体を見ながら判断されるから、うん、別に罰金ゼロな可能性ゼロってわけではないんやけども、まあまあただまあその辺でブレるような感じのイメージかな。で最後の放火、はい、放火はこれは結構もう捜査段階で弁護士がどう頑張るかによって変わってくるかな。まあ、やっぱり共謀ってさ結構あの判断が難しくて、どこまで事件にっていうか共謀に加担して本当に共謀が成立しているのかとか、そこって難しいから、実際にちょっとあの事件の動きとか、その友達とかがどういうふうに供述したかとか、そういうとこによって変わってくるから、これだけだと先が読みにくいけれども、はい、まあ、もし起訴されたとしたらやっぱり懲役刑が求刑されて、で今回人が使ってない倉庫っていうことで、はい、まあ、いわゆる現住建造物、人の自宅とかさ、そういうのに放火したわけじゃなくて、人が使ってない倉庫っていうことで、非現住っていう人が住んでいないそういう建物ってことやから、はい、結果がどれぐらい重大やったかってところにもよるんやけども、まあ、初犯やったら執行猶予がついてもおかしくないのかなみたいな、あとまあ彼ら若かったしね、はい、なんかその辺考慮して、まあ執行猶予ついてもおかしくないけども、悲惨なことになってたら一発実刑もまあ場合によってあるのかなみたいな、なんかそんなイメージ。最後の3つ目なんですけども、うん、これ共同正犯、これアニメでは友達グループだったじゃないですか、うんうんうん、これ例えば家族だったらどういうふうになっちゃうんですか。これ家族の場合でもいわゆる共同正犯っていうのは全然成立するかな。ああそうなんですね、うん、ただ特殊な事例として、例えば親がすごい悪い人で子供と暴議して子供に無理やり万引き行かせるとか、で子供がもうほぼ自由意志がないような感じで親の道具として万引きしてるとか、なんかそういう場合やったら親がいわゆる正犯ってことで、子供はもうただの道具みたいな、責任能力なしとか、なんかそういうふうになるケースもあるんやけれども、一般論としてはやっぱ家族であっても共同正犯になるし、あの共謀は成立したっていうのは。万引き家族って、万引き家族ね、映画の、うん、あれはまさに共同正犯になるってこと。まあ、少なくともお父さんとお母さんは共同正犯になるよね。あとはその子供がどう判断されるかっていうところで、まだ全然ちっちゃいから親の道具みたいな感じで見られるかもしれないし、 あと万引き家族の場合は刑法14条に14歳に満たない者の行為は罰しない、そうなんですか、という一文があるから、はい、まあ、彼ら14歳に満たない、まあ、小学生とかやったよね、なんか。そうですね、うん、であれば彼ら自身は犯罪は成立しないということでね、今日はアニメを使って法律の落とし穴 LINE 編ということで、 LINE にまつわるいろんなね、危ないことあるので、それを情報共有してみました。最後にまとめておくと、 LINE グループに誹謗中傷は投稿しない、 LINE でわいせつ画像は送らない、LINE グループの悪巧みからは離脱するというところで、この3つ重要になるのでぜひ覚えておいてください。引き続きいろんな法律の落とし穴解説を企画しているので、こんなも取り扱ってみたいなのがあったらぜひコメント欄の方を書いてください。今日も最後まで見てくれてありがとう。じゃあね、バイバイ。